はい時間になりましたので始めます。今日はシリーズ「関東大震災100年」の第3回です。ゲストに立命館大学歴史都市防災研究所客員研究員の北原いとこさんをお迎えしました。北原さんは災害社会史の開拓者であり第一人者として日本の災害について多くの資料を読み解き人々や社会の動きを分析させてこられました。関東大震災についても様々な視点から 研究に取り組まれております専任のポストを持たない在野の研究者として調査研究を続けてこられました非常勤講師として東洋大学や日本女子大学また国立歴史民俗博物館客員教授神奈川大学大学院歴史民俗資料館資料学研究科特任教授なども務めてこられました2020年には災害社会史を開拓確立された功績から 賞賞を受賞されています北原さんの研究分野は大変広いのですが今日は関東大震災において死亡者や生存者地方への避難者の調査についてお話をお伺いします北原さんは2012年に東京都慰霊堂に収蔵されている資料の一部を調査されましたこれは現在非公開となっておりますこれらの資料の考察も含めてお伺いできると思います この後、北原さんに1時間ほどお話をいただきます。その後、質疑応答に移ります。質問は会場とオンラインの双方からお受けします。申し遅れましたが、司会は日本記者クラブ企画委員で、朝日新聞論説委員の黒沢大陸が担当いたします。それでは北原さん、お願いします。今あの、ご紹介いただきました、北原と申します。本日は、あの1時間ほど、お ここにありますような関東大震災の生存者と死亡者、その調査をされた主体になる二人の人物に焦点を当ててお話をさせていただきます。あの二人の人物とはですね、あのこの池田博司。 当時の社会局長官になった人物です。それともう一人は死亡者の方を調査した人物として、当時の東京市長であって、まあ、2回東京市長しますけれども、その永田秀次郎という人物に焦点を当てながら、この調査の内容というものをご紹介したいというふうに思います。 のまず、震災一部六件というのはもうご存知だと思いますが、被害数値はこのような形で出ていますけれども、あの、竹村さんが第1回にこの関東大震災のご発表されたというふうに聞いておりますけれども、えー、竹村さんと諸井さんが、あの、まあ、かなり前に、あの、 震災の死亡者を確定した数値は10万5300何人かなんですがここにあります、あのー、死,病死者というのはこれは死亡者とこの表ですね今提示されている表の合計というところは10万4619人になっておりますがこれはあのー えー、大正震災士という内務省の社会局が出したあの数値なんですね。で、まあ、大差はない。で、巧、えー、村さんたちはもう少しあの震度分布などをの、えーまあ、状況を加味しながら、そうした数値を出したというふうに思いますが、基本的には彼らもこの数値を利用しています。えー、その 数値の元になる資料というのはですね、この左、えー、皆さんから見て画面の右側にある小さい表がありますけれど、その出展として社会局震災調査報告というのを出しております。これはあの先ほど、えーちまあ、生存者の、えー、調査を基本的に。 手がけた池田寛があ、まあ、辞める前に社会局を辞める前に完成したものなんですけれども、えー、被害数値はですね大正震災士はこの震災調査報告から取っていますから、うんうん、同じものだ。 いうふうに考えていただいて全く照合した結果そうなってますしそれから大正震災誌の振りますと最初にですねいろいろな図表が出てきます。当時はあのグラフで表すとかそういうのが一種流行になっていたんですけれどもその原型はすでにあの社会局の、えー、震災調査報告。 これは1924年の12月に出ていますので、まあ先行して刊行したというものなんですが、まあそういうの関係性があります。補聴器、歩調器をやった方が聞こえるみたいな。すみません。<laughs> それでですね。えー あのその震災調査報告によりますと、あの非常に今、あんまりあの聞きなれない言葉なんですけど、無事者、無事であった人間ということで、えー、その数値が上がっています。で、その無事者を含めて、えー、震災の理災人口を含めますと、えー、340万という数値になると。 ということなんですね無事者というのはどういうレベルかといいますと全く被害がないというわけではなくて家屋が軽症であっても住める程度のレベルはこれは無事者に加えたというふうに震災調査報告で書かれておりますので、まあ、そういうレベルの無事者であるというふうに考えていただきたい。 いいうふうふに思いますでこの数値からしますと、東京の無事者というのはですね、震災調査報告の数字によると、大体いい3割ぐらい、えー、230万としてその3割で70万ぐらいということになりますが、横浜は45万の人口で、大体いい1割程度が無事者、4万5千ということで、圧倒的にあの横浜の被害が、 比率としては大きいこれはあの、えー、対象審査士でも非常に強調されている点ですね。で今回は東京市を中心にあのやりますのは、えー、死亡調査表という最後にお話をするものが東京市の死亡者を調査するということで。 東京市長の永田秀次郎があのいろいろ努力をしましたので、まあ、その方向でお話をすることになると思います。でまずあの、うん、政府の震災対応の最初というのは、もうよくご存知だと思いますけれどもえ、1日に震災が発生しますが、この時には、あの、権平内閣、山本権平震災内閣は成立しておりませんので、 全内閣があの震災対応の救済対応の3交付の直例を出します、えー。その直例は、ここに挙げましたように、非常調発令、それから震災臨時救護事務局管制、それから戒厳令、この3つがあの、えー、2日に交付されます。で この震災臨時救護事務局というのはですね9月2日にあの交付されますけれどもそれの感性によりますその組織の、まあ、決められた法律によりますと翌年の3月31日で、えー、閉局するということが決められていますので実際にこれは、まあ、閉局ということになって、えー、社会局に自分が引き継がれるということになります。 でこの臨時震災救護事務局というのは各省庁の職員が、まあ、後藤新平内務大臣の直下で500人程度が最少それから700人に膨張しますけれど当時の職業の在任のまま寄せ集めてその事務をやったという、まあ、大組織になるわけです。でその2日の日夜にあの ろうそくの下で摂政、えー、の宮から信任を受けて山本権衛内閣が成立すると。まあ、これはよくご存じのことだと思います。で9月4日に、えー、後藤新平は応急対策として、えー、閣議に申請しますで。これは応急の対策でありますが、えー、このいくつか項目がありまして、えー ここに載せてある墨書きのものは国立公文書館からダウンロードできるものです。それをもうちょっとあるんですけれども、画面に出ているのはこれぐらいなんですが、全体としてはですね、最初に非常に悩ましい朝鮮人問題への対応策というのが出されています。で、そこを最初のところだけ読みますと、千葉県習志野。 藍井氏もしず演習庁舎に商社に1万5千人をいるべきことというふうになっていまして、朝鮮人はそこに収容するんだということを最初に応急対策の第1項に掲げています。で、朝鮮人問題に関しましては対応は警察と、それからまあここの時はまだ軍が、あの、えー 戒厳令による軍隊が東京に集結するというわけではありませんでしたけれども、えー、警察と軍隊が対応するんだということ、それから食料の確保、バラック建築のお早急の対応ですね、それから自警団への対応策をやる、それから遺体処理、あのたくさんの遺体が、まあ、ご存知のように、えー、被服症で4万人近い方が。あの 消ししましたけれどもそうした、えー、ところだけでなくてですね、4000人ぐらい固まって、えー、下町の方では死者が出ているというふうなこともありますし、川の中で亡くなった人を引き上げるというふうなことも、まあ、あるわけですが、その遺体の焼き場の設置、それからあとは医療、それから火災保険。で火災保険に関しては、この、えー、治療ではですね、一番最後にありますけれども、 書いた上で紙が貼ってありますで要するに非常に揉めた問題であってこの段階では後で紙を薄紙を貼って、まあ、ここでは検討しなかったということになっているんですが結局のところは見舞い金を2万円出すという形で保険金は出さない。 いう保険会社に見舞い金を支給するように資金を貸し付けたということになります。で、でもう一つ、この9月4日にあの閣議に、えー、後藤新平が出したものは、ここにありますように、帝都復興に関する根本方針というものです。でこれはあの えー、最初のまだいろいろ議論が展開する前の段階ですので帝都東京は欧米都市の現状を参考とするそれから公共道路橋,橋などは国費で賄う個人住宅は民間金融で賄う、えー、もう一つは横浜にはここは言及してないんですけれどもあの横浜行きは次に見る資料で分かりますように8日に 後藤新平は宝部海軍大臣と一緒に行っています。で、横浜の方の記録では9日に来たというふうにあの記録がなっています。で、この読みにくくて大変あの申し訳ないんだけれども、これは後藤の後藤新平の日記です。で、2日からまあ6日まで8日あの1週間ぐらいですね。の記録があるんですが。 えー、水沢市と書きましたけど、現在は平成の大合併で奥州市になっています。後藤記念館にあの、えー、所蔵されているものですが、2日はです、ね、午後6時、青山東宮御所のお茶屋にて新認識、先ほど申しましたように真っ暗な中であの摂政の宮にろうそくの下で新認識を受けたということですね。それから先人の方を起怒る。うん とと、いうことそれから先人の方というのはあの、えー、先人が、えー、火事を起こすとか殺傷したとかいうことと同時にあの、まあ、民間のまたちが 人たちがそれをまた殺傷するというふうなあの事件のことを含んでいる問題のようです詳しいことはここには書かれていませんそれから3日に昨夜亀戸の殺傷が起こるこれは亀戸の平沢啓七とか南活労働者の組合の10人が、えー、殺される軍隊に えー、憲兵に殺されるんですね、まあ、そういういことですそれから4日に関してですけれども復興の議,議案とありますがちょっと分かりにくくて大変恐縮なんですがこの復興の議,議案というのはですねその3日ののではなくて、えー、ここにこうちょっと。 なんか線があるんですが、この4日のうちの内容というふうに理解できると思うんですね。そうすると、まあ、他の記録と照合、まあ、できます。で、ここに9月4日に復興農業を棄案したということで、あの先ほどの根本方針ですね。で、この4日には同時に次官、総管任命の議 即決されたということですが、次官はこれは塚本誠治、それから総監は、えー、総平なんですね、ちょっと名前が全部出てこなくなっちゃって、大変恐縮ですけれど。湯浅総平ですね、湯浅総平がそあの警視庁総監になります。 それから社会局の公認として社会局,局長であった塚本政治が次官になりますので池田史がその公認に決定したとこれも直ちに上層再開を頼みたりというふうになっていまして9月5日に辞令が出るというふうになっていますそれから6日に内閣委員復帰 復興儀を内実となっていますが、ここが復興の議の提案ということで、6日に閣議がありまして、ここで、まあ、あの、動案全体を提案するんですけれども、なかなか難色を閣議で示されて、まあ、決着はしなかったというような経緯があるのはご存知かと思います。それから先ほど申しましたように、横浜に、えー、8日に行くということです。でえー とりあえずその池田博史をあの中心に最初お話をしますので彼の履歴を簡単にご紹介しておきます。でこの人物はあの、えー、池田家そのものは幕臣なんですね。で昇、まあ、級の爆心高いくらいではないようですけれども祖父は幕臣をゲアして機能します。 それに対して、父親の田中池田忠一という父親は、もう一回ですね。静岡藩の藩主であった徳川家里に、批判というか、副席を願うということをやっています。非常に独特な対応をする人物のようですが、あ非常にこの池田博氏にとっては。 敬愛する対象で父親に関して終始あの、まあ、いろんな自分の行く先を相談するということをやっています。そのことはあの都市計画のパイオニアという本があるんですけれども非常に詳しくその辺を書かれています。彼は京都大京都帝国大学の放課それからその後 内務省に入りまして土木局、道路課長を務めます。で決定的なのはですね、えー、その後の彼の進路にとって意味が非常にあったのは、1913年に欧米各国をしに出張しますで。欧米各国というのはあのドイツを中心にして、あとイギリス、それからアメリカ、まあ、都市計画法 を中心にあの回るというよううよよな感じのようですす翌年の4月に帰国しますでこの翌年の4月というのは1914年なんですが幸福であったというふうに考えられるのは第一次大戦がまだ起きていない7月の末に起きますけれども。 第一次大戦が勃発する前に帰国しているということは、まあ、ある種平穏な、まあ、平穏といってもそう平穏ではないヨーロッパの諸国帝政と自治の都市がいろいろ争い合うような条件はいっぱい持っている都市なんだけれどもともかく第一次大戦は起きていないそういう段階で彼は欧米諸国を回ってくるということがありますのでイメージとしては。あの 都市計画法をそのまま日本にどういう形で導入したらいいかを非常に考える条件を与えているということなんですがこの14年には東京市の市区改正委員の幹事をやりますそれから大臣官房の都市計画課長、まあ、こんなような形でですね、まあ、一番重要なのは1919 19年に の4月にあの、まあ、著書で非常に嘆いているのはこの時代には日本の,その内務省というのは農村に非常に関心があって都市などはほとんど関心がないとでそういう中で都市計画法をやるというのは四面楚歌であると。 いいいう,ふうなあの言い方をしています、まあ、それが関東大震災で全く、まあ、逆転するというか違った形になるわけですけれどもこの都市計画法は直前の段階でできるんだけどそういう状況が内務省の空気であったということはかなり重要であるだろうというふうに思います。でその翌年に都市計画法はあのできますが施行はあ20年の1月。 ということで,すでその段階で社会局長になります。で,ですけれどもこの1920年という年はあの非常に大きな変化がある年で、えー、後藤新平が1920年12月17日ですね東京市会の要請によって東京市長に就任します。 えそうしますと、まあ、後藤のやり方という形がはっきりするんだけれども、えー、彼は自分がの部下として非常にあの有能なあ、えー、人物を3人ですね内務省からあ引き抜きます、えー、それがあ条約として三太といわれる永田秀次郎それから池田宏前田多門という3人です で彼らは12月25日に就任します。で、あのその後ですね、えー、後藤新平は、うん、ロシアとの交渉の中で、東京市長の職にあるとなかなかロシアとの交渉がうまくいかないということで、東京市長は突然辞めます。で、当然そうすると、条約も辞めることになります。で、1923年の4月27日に後藤は市長を辞めますけれども、 その後と役たちも退任をするというのが6月です。で池田弘はその後京都に行って勉強しようというふうな志であの東京を離れるということがあります。ですけれども9月1日に地震が発生しますね。そうすると後藤は彼を社会局長官としての事例を交付したから戻ってこいという書簡を出す。 いうことをやります、まあ、大体こんな経緯であのまた4ヶ月ぐらいして東京に戻るというのが、まあ、池田のこの1923年の経緯です。で彼はこの日付は分からないんだけれども先ほどの水沢っていうか欧州市の後藤記念館に残っているあの池田から、えー、後藤に宛てた手紙があります。 えー、それがまあこれの一部ですけど5枚ぐらい続いてずらずらとあるんですね。でそこで、えー、社会局長官つまり、えー、臨時震災事務局の実質的なあの、えー、主体ですね、えー。この臨時震災事務局の総裁はこれは内閣総理大臣なんだけれども実質的にやるのはこの社会局長官になります。でそここで彼が言ってることは 最初の一行は、えー、まあ、形状、ご大役何とどこなくお済まし、遊ばされそうよようにとというご挨拶と、ご多忙中、恐れ入り相応ライドも先の格好につき、ご一覧くだされたということで、えー、一つ、震災復旧救済事務局につき、一般法略を、一般法略を確立するために参謀本部、 部署を特設の必要があるというふうなことを挙げていてその次が私は注目したいところなんですが避難者の民籍まあ「戸籍」と私はあの書きましたけれども,もう民籍を急速に作成するこれはどうしてかというと震災で9月3日にあのどこへ行ってもいいからともかく、えー、避難無事に生活できるところに被災者はあの戻れと。 で東京にいる人は東京でそのままなんですけれども地方の出身者が多い時期ですのでえ地方に大量に避難者が流れます、まあ、そういう状況を見ての話ということになりますので日付はないんだけれどもおそらく9月の10日ぐらいに、まあ、こういうふうなこれは大変だとどうしたらいいかということで、まあ、あのいくつかの方策を立てた。 ということですそのうちの一番まあ大きい将来そのこの後ですねいろんな影響を起こすのがこの問題だろうというふうに思います。で生存者の処遇というのはまあ被災者。 のわけけですれれどもこれは地方に行った人とそれからそのまま被災、東京とか横浜に残る人、からまあもちろん川口でも1000人ぐらい被災者がいますしそのままというわけにはいかないので場所によっては避難所ですけれども地方の場合には親戚とかに身を寄せるというふうな形態もまあかなりあったというふうに考えられます。 でともかくあの無賃でどこまで行ってもよろしいということで被災者は北海道までも行きます。で北海道はその後開拓の要員を募集したりしますけれども、まあ、ともかくそういうことで大体9月の10日過ぎぐらいから急増したものが安定してくるのが中旬以降ですね。えー、で被災者にとどまる人たちの 場合には、えー、バラックを作りますがでバラックは大体いい10月の中旬ぐらいに一応バラックに入ることのできる人たちはそこにあの落ち着くというようなことででもほとんど全部がまるっきり安定したということではないということです。それから、えー、9月1日には大量の死,死亡者が出ます。 えーまあ、10万5000という数値があの上げられていますけれども、それほどの死亡者が出るという事態です。でとりあえず死亡者の方はあの後に回しまして、えー、生存者の方の被災者に関しては、バラックを東京の場合には、東京市の直営で、まあ、この程度作る。で目標はです、ねえー、国の分担もありますが、東京市の場合には10万をよあの収容しようと。 それでもとてもあの100万人以上が被災しているわけですので,で地方に流れたというふうに言っても十分に対応できる通知ではないんですが東京市内の公私バラックというのは公私の市というのはあの不豪邸やそれから個人住宅にどんどん入り込んでいってあの救済を受けるというふうなのものもありますし三井家 とか岩崎家のようにあのバラックバラックへと対応をつ水未家の場合はバラックを庭内に作ってですね収容するというふうなことをやります。まあこれは短期間年内ぐらいですね。それであのともかくこんな形で公設バラックというのは大体3坪で公費であのいろいろな費用は支払うんだけれども。 えー、これは5月まで、えー、7か月ぐらいですよね。それでその後はあは自分たちで払うということにして、これは要するに、えー、公設バラクロから退避,退,退避者というか、まあえー、出ていく人をあの進める。 政策という,ふうに考えられますでもうすでにその翌月にはバラック撤退作業に、えー、震災に救護事務局は入ります。でそういう形で、えーまあ、進めるということをしますが池田社会局長官東京市長に対してこのような発言をしています。えー、国家が多数国民に対して無償の居住をタオルるがごとき。 政策はいまだいずれの国においても取らざるというふうに取っていないんではないかというふうに言って東京市長にあのバラックから早く、えー、どこか自分自力で、えー、家を確保して、えー、避難者を退避させようということを商用するということをやる、ね。で東京市のバラックで最大のものはあ明治神宮バラックで6000人収容できる、うん まあ、広い空間を持っていますのでなんですがここにはあの朝鮮人の別学校でバラックもあったで朝鮮人の場合にはあ船で、えー、本国に帰還させるというの処置を、まあえー、しています、えー、それから、まあ、あのこの中にはですね、えー、日本人の避難者に向けては図書館もあったり子どもの家もあったりするんだけれどもここの独特なところは入居者が まあ、自治会を作らせるというのはあのどこのところもやっているんですが特にここはあの売店を経営する、納豆を作って売るとかですね非常にその自力のお、まあ、いろいろな方法をおここでは考案されて自治会がやるんですね、まあ、そんなような形で、えー、ここは、えー、展開します。でい,いつまでも居座っては困る という条件ももちろんあるわけですので先ほどのような撤退の商用をするということをやります。であの横浜の場合にはあ非常にもちろんいろんなところにバラックを作りますけれども非常に目立ったものを紹介したいと思いますがこれは関西連合が関西の所見ですね7県ぐらいが集まってあの東京と横浜にバラックを えー、プレハブのバラックを組み立てすればすぐできるというふうなのを東京地区にで,で大林や組が担当しまして東京と横浜に送ります。東京は300個それから横浜は200個送るんですがあの東京はバラバラにしてそ,のそれぞれのところのバラック建設に使うんですけど横浜はちょっと違いまして。あの こういういうな関西連合の村を作らせるであの今坂東橋というあの地下鉄の駅があるんですがそこから歩いてすぐのところ中村町というのがあります。昔の衛生試験場の跡地だそうですけどそこに、まあ、こうしたあのバラックを各県がお金を出して。えー 岡山通りとか奈良県通りとかなっているのは、それをお金が出した県なんですね。ええー、まあ、こんな形で、あの時事時事組織の村づくりを前提にします。これはまあ、当時の大阪の、大阪の席始めというふうな助約をし、市長になった人のアイディアというのが十分に活かされているのではないかというふうに思いますけれども。 あの写真集が残されていますこれは、えー、1924年の3月にできあの作られたので、まあ、一,週一か年を記念して作るもここも当然ずっと居座るわけではなくて1年ぐらいしてどんどん出ていく人がいるというようなことだろうと思いますが2万人収容ということです。であの村の自治組織で村役場があっ、えー、委員はこれは大阪が。 の負担で医者が大阪から来ますけれども、まあ、こんな形でですね非常にあのこの時期としては珍しいというかあ、まあ、そういうものが展開したということです。で全国にあの散った避難者というのはどうであったかということですけれどもこれに関しては人口調査をするというのをやります。 でその人口調査の痕跡の記録が、軍役所文書として残されているものが各地にあります。軍役所はこの大正15年に廃止になります。けれども、その廃止になる前に、あの軍役所文書を保管しておこうという件が。 ある場合には非常にこの詳しく分かりますが、全く廃棄されてしまったというふうなところもあります。で、滋賀県の越智軍、愛知軍ではなくて越軍というふうに言うらしいんですけど、その越軍の資料、あ,あの滋賀県は県庁の近くに佐賀県立公文書館があってですね、非常に伊賀軍とか安曇軍とか、えー、軍役所文書が残されています。 えー、そのうちの越軍のものはこのような形で震災の人口調査をやるんですがそれは11月10、えー、ちょっとあとの方をお話ししますと、まあ、このような形で記録が残されていて大体あの避難してくる人は神奈川県とそれから、えー、東京ですでこれを集計するということをやります。えー 皆さんから見て、左上の方に関東震災避難者調査員を命ずというのがありますが、国家あの第1回の国勢調査が1919年,、ね、19 19年におあのやられますけれども、その調査員というのはまだ地域に生きていますので、ノウハウはそういう人たちが非常にあの詳しいということで。 もう再任された場合もあるんだろうと思いますけどそういう人たちを通してあの国勢調査並みの調査を被災者についてやると東京と横浜については全体をやるあの被災者だけでなくて全住民をやるということをやるんですねでその、まあ、震災調査は何のために行うのかというふうなことのガリバンズリをこの 軍役所から市町村に回してで調査票はあでお示ししますけれどそういうものもあの配ってですねで集計票が間に合わないのであの軍役所で勝手に作れみたいな資料があるんですけれどもともかく最後の方に黄色いところで示しましたように1人の嘘は。 万人の実を殺すの例えのとおり、役に立たなものとなりますから、誠実な申告をしてくださいというふうな注意書きを出して、えーまあえー、震災調査員、それから調査される対象の避難について、お触れを出しているわけで,すで。調査票は、これはまあこういうものが。えー 作られていて、これは印刷されたものが配られます。世帯表とそれから個人表があるわけですけれども、これは滋賀県の場合にはですね、調査員をまず決めて、それから調査区を設定して、それから軍役所の委員がその準備をして、調査員を任命するというのが1週間前ですね。そして調査員に個人票のこの えーまあ、個人票と震災世帯票ですね、これを配って、それが前日までに配る、そしてその結果を集計するのを11月20日、まあ、かなり1週間しかないんですけれども、まあ、そういう形で、この集計票が要件表とかなってますけど、こういう形で、えーまあ、なります。まあ、こういうものの結果を全体として集計しますと、 このような数値になるんですがこれをまとめたものが震災調査報告ということになります。でこれは約1か年かかって刊行するんですが先ほどちょっと申しましたように1924年の12月に刊行されていますけど大体の内容は6月ぐらいの段階で把握していて9月には池田弘氏は都市公論という彼が 幹事をやっている都市研究会の機関審ですねその内容を公表してます、えー、論文に書いていますねどういう調査をしたか何のつもりかそれからそんなようなまあ、ことを書いていますで、これは先ほどのことと同じですけれども逆にですね私たちはここから東京市のお避難行った先からまあ、東京市の人口は 地方の人たちのどういうところから来た人たちで構成されているのかということが分かるだろうということで、避難先から逆に東京市の人口構成の,あの本籍地というか、えー、どこから来ているかが逆に分かるというふうな結果もあります。で、そうしますと、関東圏とそれから新越北陸で大体 80%, 80ぐらいを占めている。 いうことです横浜の場合にはちょっと違いまして、えー、あの東,東京府のこの府となってますけど、これは軍部で神奈川県と接したところだと思いますけれども、そこにあの避難先を求めている人も少なくないということがあの分かります。これも震災調査報告から分かる形の数値です。でもう一つ問題はです、ね あの、地方に行った人たちの手当をどうするのかという問題が地方の県では起こります。で、地方では自分たちの県で起きたあの震災というか地震ではないので、その、それに対応する、まあ、震災の手当は出ないわけですね。それで、 あの内務次官の方から3日にですね、えー、指令が行くのは地方長官に対してともかく地方に避難民が行くんだけれどもその面倒を見ろということをあの漠然と通知するんですねでそうすると直ちに県の長官というか県知事はこれは内務省から派遣されている人物なので何を言ってるか分かるわけですから義援金を募集します。 現金は県自体として募集するということではなくてこの長野県の場合の資料で見ると3日にですね信濃の毎日新聞社のとあの、ま、長野県にある新聞社が合同して一緒になるあと本間敏夫という人が県知事です県知事もその組織の一員になってこうした形で現金を集めるということで。 募集をします金品ですねで一口1円以上お願いします。物品は食料、衣類その他必要なものは何でも欲しいのであるから送付してくれと。の物品はその腐敗のしないものとかいろいろ注文はあるんですけれど一応9月の20日を締め切りとするというふうなことでこれは結果的には大体ない国内で6000万。 ね、あの全部集計した後、えー、これはあの対象審査士に詳しく数値が載っています。で、義援金と品は分けていますが、品は義援品の方は換算すると、まあ、2400万両方で大体6000万ということです。で、国外からも義援金が多額に集まりますので、それが大体4000万としますと、えー、全体で1億。 いうふうな例がない現金の応募があるということになりますでこの現金をどう処理するかということを9月の16日に後藤新平は各国に提案しますでそれはどうしてかというともうかなりの金額が集まるんですね先ほどの長野県ので9月20日締め切りというふうになっていますけれどもこの後藤新平の 閣議への義援金の処理の正義は9月16日に行われています。その段階ですでに、ね、最後の方にあるんですけれども、一番最後ですね、尾行15日までの一般義援金受付高2700万4758円というふうになっていますが、あのまあ、半月で。 というか3日から始まって実際には4日ですので、えー、まあ10日2週間はしないですね10日今日の段階でこれだけの金額が、まあ、集結されたということなんです。で、えー、問題はですね私が言いたいのはこのそういう正義があったということだけでなくてこれは、えー、理財救助基金法に基づく項目に基づいて処理する。 いいう,ふうに、えー、義援金の処分をしていることですつまりこれは政府のお金に、えー、義援金そのものは民間が志として出したものだけれども、えー、そういうものはこれは国費に順応するとして、えーまあ、こういう形で処理するということで項目を挙げますと全くこれはり災救助基金法に基づく項目なんですね。でそういうい形で処理する 余ったものは、これは大蔵省の預金部に納入するというふうに最後に直例が出ていますので、まあ、そういう処理をしたということです。それからもう一つ、それと同日に貸金の処分、ご貸金ですね、恩資金の処分をやっぱり後藤新平は申請します。で、それはどういうふうな形かと言いますと、あの死者はまだ、 数値が把握していませんそれなので分配標準として死者1人を10の割合とするというあの比率で決めているんですけれども、まあ、そういうことになんですね。でご貸金は1000万9月3日の摂政、まあの宮のお,おさた書というので、えー、出されるんですが1000万という数値はそのおさた書には出ていません。 500万になるのか、1000万になるのか、どうも府内庁の内部で、内度金から払われますので、揉めたようです。えー、結果的には1000万になるということのようですが、まあ、これはですね、えー、ご,ご,ご休日の精死はあまねく、り、え、災、ー、者に伝えるため、現金を持って分配する方法が最適であるというふうに提案して、 えー、いますでこれが了解されるのはちょっと遅めなんだけど義援金とは違って20日に OK になるという形になります。これがあ、まあ、いわばあの死亡者もそれから生存者も個別で確認するという手だてに使われるということは、まあ、結論の方で申し上げますけれども、まあ、そういうことであります。非常に巧妙な仕組みになっているなと。 いうふうに思いますが、えー、この研修はあの社会局長社会局の研修なんですね社会局が考案した形だろうということははっきりしますであのその結果ですねマセキほどと同じ表なんだけれども、えー、東京の人口は減ったと70万になったということですけれども徐々にあの1 2年 ね、1924年の段階では、えー、若干あ戻る人がいてな70万ぐらいが34万人になっていますので,でただしその他の周辺の市町村に人口が増えているという傾向がありますのでこの傾向を踏まえて、まあ、32年。 あの震災の復興祭が終わって2年後には大東京という形で、5軍82町村を吸収した大東京が成立するというふうな形になりますが、その前兆は別に震災からだけではないんだけれども、震災を景気に非常に加速化されるというふうな形になるだろうと思います。さて次にあの震災死亡者の あと15分ぐらいしかないんだけれども、急いでお話をしますが、あのこれは行方不明者と死亡者というのは分けて話をしなければいけないんですが、とりあえず便宜上、一緒に、えー、してお話をします、えー。この写真はですね、えーあのー、東京復興うう 記念館に残っているものですが、衣服症後で亡くなった人の遺骨をここであの処分しますので、大体いい9月の10日前後でほとんど処分し終わったということですが、他のところで焼いたもの、焼いた衝骨もここへ持ってきて、まあ、このような形で供養するとで。自然発生的にあの 翌年ですよね翌年の3月ですからだいたい6か月ぐらい経った段階7か月かなぐらい経った段階ですでにこの位牌道ができているただ箱に詰めたようなお骨から、まあ、こんなような形になるでこれについてはそのいろいろあのお骨を収める陶器をお 愛知県の方かから寄贈すする人ががいいたととろんなことがありままけど、まあ、省略しますで震災記念堂を作るということにこの慰霊堂の後結局ここを他の形にできないので、えー、なるわけですけれどもそれを東京市議会の同意を得て永田秀次郎が提案すると設立の提案をして設計が始まるわけですけどまず 公募しようということで22の応募作品が集まるんですが仏教色が強いとかこれは西洋的でよろしくないとか、まあ、いろんな意見があってまとまらないということがあって結局その審査委員の伊藤忠太が新設計で現在の審査委員のですね。 を作るとということになりますで問題はここでの話はですね、霊名簿のどうするかということです。誰がどこで亡くなったのかもほとんど分からなく、誰をや誰の骨かもわからない状態で骨が存在しているという状態ですので、名前の特定が必要になります。それで、えー、永田秀次郎はですね、 東京市長を辞めた後財団法人東京震災記念事業協会を設立して、なかなか財団法人としての認可が、寄付金が足りなくて、集まらあの認可されなかったんだけれども、1926年に認可されて、翌年の1月から震災死亡者調査票というのを作成するということをやり始めます。現在その 結果集まったものが5万枚ほど東京都慰霊堂に保存されているで実際の形状はまあこのようなものなんですが大体15センチと10センチぐらいですねそれがぴったり入るようなケース霧の箱ですけれどもそれに収められています。で 1>, 1ケースというか引き出しで2505枚ぐらい入るでそれが20段、えー、5段で4列ありますのでそれを2500で入れますと、まあ、5万枚あるだろうとでこれはまだ全体を分析されていませんで非公開という状態ですでこのしかし当時ですね 調査法はこのような形でやったということが分かります。昭和2年2月にというのは27年の2月ですが、1927年の2月ですが、調査カードを各市町村に送ると。市町村と、それから東京市の、東京,東京市府の死亡者の 例名簿を作るわけですので、えー、その役所にですね埋葬許可の申請書となどを調査して、えー、それをそのこういう震災このちょっと灰色で分かりにくいけれど震災死亡者調査票に記入したものを東京都に送ると市町村に配このこの票の何も記入してないものを配って こういう,う死亡埋葬許可証とそれから貸金が申請があるものについてはその名前を名前とそれからここにありますように、まあ、名前、本籍年齢男女別、えー、それから住所あの生存している時の住所それから死亡場所 だから、ご賭、金を受けたかどうかというふうな、まあ、記録というふうなことを記入して、えー、東京市に集めてくると。その集まった結果が、結果が5万枚ということであります。ですから、あの、いろんなところからあると、2枚、あるいは3枚というふうに、小寄りでこう、綴られています。この場合は2枚綴られているものです。前の場合には、小石川区。 になっていますけど、えー、なぜ小石川かというと、本席が本郷なのにどうしてとていうことになりますが、死亡者が東京交渉内ということで、これは小石川の今あ,のある、えー、小石川の法兵交渉で亡くなった人なんだろうというふうに思います。これ小石川区になりますので、まあ、そういうことになるんですね。それであの2枚目の場合には北豊島郡 西菅母町からそのカードが送られてきているわけですけど、なぜ、えー、北戸島かといいますと、住所があのそこにあるということで、おそらく埋葬許可とかそういうものがあったのかもしれません。まあそういうことで、何枚か、3枚が一番多いようですけれども、まあ、そういう形でこのカードがあります。で、その後ろにはすべてこういう印刷がされています。えー、埋葬、えー 埋葬許可認可証とそれから理財貸金の貸金の申請書があるものについてはよろしい名前を記載してくださいとそれから貸金だけれどもよろしいそれから両方がなくても他の事情から死亡者だと分かるものについては書いてよろしい、まあ、こういうふうなことでカードが送られてくるとでその結果を まあ集結するということになりますが、先ほどのさた書の中で、さ田書のご貸金の処理に関してですね、死亡者は割合で示すと言いましたけど、まあ、この段階になっていますと、全体の、えー、死亡者、それからり災者の数値も分かります、ねえー。死亡者、行方不明者は遺族に対して16円、それから住宅の 被災者は12円、あとその他、半殖、それから負傷者、半額というふうな形で、これはあの、ご貸金は贈呈式を行って配分すると。町村にあお金が送られて、そこで贈呈式をして、実際の人たちに送られると。その場合に、あの死亡者の場合には、遺族を、 あの本質から確認するというふうなことを、まあ、厳密にやっているようですでそういうことでですねあの、えー、こういう死亡調査報告が意味をもたらしたご家資金とそれからあ国,国政並みの震災、罹災した調査ですねそれがあの両方が重なって生存、まあ、者と死亡者が確定する。 で特に死亡者の場合には、個人名が、例名簿を作るためですので、個人の特定ができるという形になったわけですが、その全体が結果としては、死亡調査省の場合には、5万4700人の例名が明らかになって、東京・府と市では3万8826名の例名が明らかになったというふうに。 記録されているわけですけれども、えー、現在ですねそのあのあ慰霊堂に、えー、奉納された霊名簿は公開はされていません見せてほしいというふうにお願いしたんですけれども関係者というか遺族以外は見せないということでしたで、まあ、こういう形でいろいろなその 調査項目があるんですけれども、これはあの非常に防災上の手がかりとしてもあの十分活用できる要素を持っているのではないかというのが私はあの言いたいところなんですね。例えば死亡場所というふうなのは、あの黎名簿の調査では関心外ですので。 あの出てきませんが、えー、例えば年齢も全体として分析しますとあの全体はまだ分かりませんけれどもとりあえず私が許された10年前にあの分析してよろしいと言われた1つの,あのケースですけど2013のカードをあのやりますとこの,このように年齢で言えばですね非常に若い人が多いということが分かります。ただこれは死亡者が 震災死亡者が特に若いのかそれとも全体の都市の構成が若いということがありうるわけですのでこれはそれを、うん、あの第一次国勢調査のです、ね、結果と合わせてこう照らし合わせてみるということで震災死亡の の年齢比というふうなものも確定できるだろうというふうに思います。全体がまだ明らかになってませんので、まあ、そういう処理ができないんですけれどもあと死亡場所も非常に黎明簿には関係がないのわけですけれどもあの本貯ってなっているのは被服症と考えていいかどうかは分からないんですが被服症とあるものもあるし本貯 というふうになっているものもあって、えー、よくあのそのカードだけでは断定できませんけど他にですね吉原公園とかこの一つのケースだけで、まあ、こういう形で出てきますの、ね、で東京モスリン工場それから田中小学校の校庭それから東洋紡績の工場内とかですねあとあの実際には川の中に、えー、でなくなった。 というふうなあの記録のあるものもあります。ですから死亡場所というふうなものもちゃんとこういう形で出てくるともっと具体的なイメージがあるのではないかというふうに思います。永田秀次郎についてあと1分しかないんですけれども、ちょっと間違えましたのであの訂正をしておきますが、お配りした資料の予約になるのはですね、1919年と書いてしまいましたが、20年ですので。 あのちょっと赤字にしてありますけれども、えー、サンタですねあの池田弘と、えー、前田多門と一緒に永田秀朗も3条約になりますのでこれは20年後藤新平が東京市長になった時の条約ということになりますその後あの先ほど申しましたように東京市長を後藤が辞めた後永田がこの時期あの市長を引き受けて えー、おりますが6か月もしないかなあそうですねでその後もう一回あの復興祭が終わった直後にあの東京市長をやりますこれはちょうど慰霊堂が竣工した震災記念堂が竣工した時に 当たる時期なんですが黎明簿をこの1930年の6月に、えー、進行した新災、えー、記念堂に納入するというふうな役割を持っています。でもう一つ永田秀次郎にちょっと時間23分いただきたいんですがあのついてどうしても紹介しておきたいことがあります。彼は非常にその 死亡者の特定ができないままに、もうともかく腐敗が進行して、東京市全体の衛生状態が悪くなるということで、まあ、ただでさえ大変な混乱状態なわけですから、当然なんだけれども、あの死体を焼くということをあの命命じますね月。9月5日まではあの引き取りの遺族があるかもしれないから、えー、そのままにすると。 いうことを各区に指令していますけれどもそれ以降はともかく衛生上、まあ、いろんな管理上焼却ということを命ずるんですねでこれは誰が誰か分からないという状態なわけですから、えー、そのことを大変心に引っかかっていてですねで結果的には、えー、高野山の奥の院に個人で 震災礼拝堂を作ります。この皆さんの方から見て右手がこの礼拝堂の写真です。で、私はあの10年ぐらい前に一度ここを行きましたけど、この裏へ回らなかったので残念だと思うんですが、裏にはですね、この裏手には地下に入るちょっと低いところがあるんだそうです。そこからあの地下に入れるようになっている。 まあ、あのすぐ入るというわけではなくて、結果を経てしか入れないんですけど、その入りますと地下にですね、あのこの5万4千人の、えー、死亡者の,あのタイルに名前を刻んだものが収められているということなんですね。それを学芸、東京芸術大学の美術学部の現在、 はあのそこにおられるんだけど当時は学、えー、研究員であった方だと思いますが坂口栄信さんという方が電話をしたら OK になったのであのその陶板を洗ってもう一回修復してきれいにして収、えー、めたと。 でその収めたものがあの、えー、奥の院の事務所にあるということなんですね。で私はそれを見たいというふうに思いまして電話とか手紙を書いたんですが今はダメだと忙しいといろいろな行事があってダメだということでもう一回時を改めてお願いすることになっているんですが、えー、これ非常に貴重なもので340枚か四400枚近くある。で彼自身は というのは坂口さん自身は震災にも興味はない。だからいろいろ問い合わせが来ても困るというふうに言われましたけれどもあの文化財の保存としてですね保存処理に関しては非常に関心があってこれを当,当時の東京美術学校の校長が永田秀次郎に進言してどうしたら一番1万年持つかということをまあやったと。で1万年保存という,う 長田秀次郎はあのその願いをかけてこれを淡路島の,あの当番に刻印してこの奥の院に納めたその他にそれでもまああのもうちょっとこれどうなるか分からないので非常にあの特殊な和紙を長く使えるものをまた芸大のその 美術学校の先生からいろいろ教えてもらってその和紙を印刷局で作らせてそこにあの、はい、渋沢栄一などいろんな人が記名してそれをここの石棺に収めたでこれはもう開く,開くことはできないんですがこういうなんかいろいろ装置があってですねともかくあの劣化しないようにガスを詰めたりいろ、まあ、んなことをしてですね 収めてあるということですで。まあ現在私たちが見ようとして見れるという可能性のあるものはこちらの方の当番のリスト、当番タイルのリスト。あのここには5万4千人の死命がわかるということになります。まあ、そのきっかけはあの明和の大川の死亡者の名前が 奥の院にすでにあったということを永田秀次郎は見てそういう昔のことがあるのであれば関東震災の死亡者は当然のその奉納しなければいけないということで彼は個人で退職金を全部はたいてやったんだというふうなことのようです。そういうわけですがあのあの問題はまあ あの辛抱者調査票の方のことですちょっとずいぶん時間、えー、超過してしまいましたけれどもこれについてはあの許される限りでの調査は10年前にしておりますが現在はあのその内容その他これ2ケースか4ケースは写真を撮らせていただきましたけどその他はあの写真撮っていません。 それで今はそれが公開されていないという状態なわけですけれども100年経ってですね今なおその価値のあるものがそのままにしているということは、まあ、劣化していく問題も含めて問題ではないかなというふうに思います。で今後いろんな震災が起こりうるという時にこういう貴重なあの記録があるということを きちんとあの社会にの財産として共有すべきではないかというふうにまあ考えていますので現状は、まあ、あまりよろしくない状態であるというふうに思っています。で,、えーまあ、できれば文化財指定にするとかですねいろんな方法はあると思うんですけれどもそういう方法すら、まあ、現在の状態ではあ 考えることができないというか、えー、そういう措置をの方向に向けて動き出すこともできない状態だということなので、大変あの問題が大きいのではないかということで、今回、ここの問題を提案させていただきたいというのは、今の状態では問題が残念な形でしか、震災に、今後の震災にも生かされないような形で 100, 万100年前のデータがある。 というふうなことも合わせてあの？発表しました。以上でおしまいです。ちょっと時間超過しました。すみません。はい。平谷さんありがとうございました。えっ、ー、と、それでは質問に移ります。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイクまで進んでいただいた上で、お名前とご所属をおっしゃってから質問してください。 また質問は聞き取りやすいようにはっきりとした声でお願いいたします。オンラインで参加されている方は、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタンを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除しご質問ください。テキストでの質問は、同じくズーム画面の下の方にある Q&A にお名前とご所属を添えて質問を書き込んで送ってください。私が代読します。それでは、会場の方でご質問ある方いらっしゃいますか はい。じゃあ、その後ろの方、どうぞ。はい。えっと、あの毎日新聞のクリアラと申します。あの、貴重なお話、どうもありがとうございました。あの、えっと、いろいろお聞きしたいんですけども、時間もあれなので、調査表についてお聞きしたいんですが、えっとですねど、どういう経緯で、あの、先生が、あの、閲覧ができたのか、あの、改めて、ま、えっと、まあ、私もぜひ見たいなと思いますけれども、 あの、どういう経緯でそれが可能にな、って一部とはいえ可能になったらかということが一つと、あと、名前、データの活用の仕方の話がありましたが、あの、えっ、ー、と、まあ、素人考えですけど、例えば国名費とかですね、あの、追悼の、追悼の国名費慰霊碑を作るなんかと、まあ、財政的にできるかどうか別問題としてですね、平和の礎のような形で、犠牲者の名前をあ刻むということにも活用できるんじゃないかなと思うんですけれども、そういった方向、あの、方法、 どういう活用の仕方があるのかっていうのをお話ありましたけれども、改めて、それと最後にもう一つ、あのえー、っと高野山にあるですね、高野山にあるあの永,田永田さんが残したあの名簿ですね、その転居、何を根拠にしてそのお名前を刻んでいる、あの記録しているのかというのと、調査票とのこう整合性というのはどういうふうになっているんでしょうか。あ以上ですすお願いします 全部がよく聞こえない、はい。最初は。初の質問はわかります。はい。じゃあ、一つずつ行きましょうか。はい、じゃあ、最初は、<の>えっと、どうしてご覧になれたのか。はい。そのことについてはですね、あの、私は、あの、10年以上前、15年ぐらい前に、神奈川大学というところの、に、いまして、 えー、そこであの、まあ、もうちょっと前から江戸の災害は研究してましたけれども、えー、それだけではダメで関東震災やんなきゃ要するに都市の災害は完結しないなということで慰霊堂に行きまして資料が見せてほしいというふうに言いましたところなかなか見せていただけなかったんだけど6ヶ月交渉しまして。 慰霊堂というのは東京都の施設ですから、えー、この講演家西部建設局講演家緑地部というところのもとにあるものなんですけれどもそこと交渉をしまして、まあ、ようやく半年ぐらいして資料を閲覧し、まあ、整理してよろしいということになって神奈川大学とか、まあ、他の東大の方々も 合わせて写真をまず調査をしたということがありますそれからその後資料を調査しましたでまあそういうことがありましてこのカードに関しては触ってはいけないという感じがしてましたのであの、えー、見ていませんでしたけれども最終的にこれは何だろうということで見たところまあその震災 被災者の調査のものであったということが分かりましたので、えー、許可を得て分析をさせていただいたというのがその経緯です。で特別なことではない。あの10年以上前であると今のように厳しいことは言われなかったという状況があります。まなぜそんなふうに展開こう変わってきたのかというのは問題はありますけれども。 とりあえず状況説明としては以上です。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、次どうぞ。じゃあ、はい、わ分かりやすい質問で、あの <laughs> えっとあの高野高屋さに収まっている永田さん永田市があのえー、っと収めたその犠牲者の名前名簿ですね。これはあの長田市どどういう根拠転拠で何を何をあの根拠にしてその名前をあの刻んだんでしょうか。あ、それは震災あの。 先ほどの死亡調査表がありますね。それを彼が発案してやっていますので、彼は個人としてそれをあの今度は調査者であったんだけど、個人として今度は黎明簿を納めたと、高野山に。で、彼は淡路島出身ですので、あのまあ、お大師さんということで、高野山と。あの なんか相談、その,おはおあの淡路島のお寺の相大さんもやっているお家柄なようですから、まあ、そういう関係もあるんだろうというふうに思いますわかりました、最後にあのれ名簿のですね、こ名簿の活用の仕方、あのいくつかお話がありましたけれども、あの改めてほかに、え今日さっきお話しされたこと以外にあの、どんな活用の仕方があるでしょうか。 これからだと思いますあ,のあまり活用はしていませんからこれからいろいろなことがあの公表されればですね、えー、全体がわからないとなかなか名字ごとになってるんですよあの被災者の名字ごとにケースがあー分かれていますので非常に何ていうのか ごちゃごちゃに集めたっていうものではなくて、整理されているんですね。うん、ですから、あの、その一端はですね、実は、あ被服症跡というものが、あの、ネットで公開されています。これは非売品なので、どこにでもあるという資料ではないんだけれども、あの、異例堂の,、ね、の UR に、ホームページに 全文を公開したとというこでですのでそこで見ますとあのかなりのレベルのデータがそこに載っていますけれどもこれは統計表なんです,よ、ね、ですから個人名というふうなものは出ていないし先ほど申しましたように死亡場所とか、えー、それからあその他本籍地とかそういう本籍は出ているかな集計はしてますから。 しかし死亡場所そのものに関しては区レベルまではあるということは言えますけれども特定の場所に関して挙げているということではありません。ですからあの利用の仕方はこれから公表されてから、うん、客観的なデータとして個人名は出さないというふうなこともあるかもしれないけど、うん、少なくともその客観的なデータとしても活用はできうると。 いうふうに思っていますただ100年前ですからね、今更その個人情報ということで、この見せないというふうなありようはどうだろうか、疑問はあります。わかりました。どうもありがとうございます。はい、じゃあ次の方、じゃあそちらの方どうぞ。あそちらのマイクでお願いします。 共同通信社の静めと申します。1点教えてください。資料の3ページ目を見ると、東京府の死者がおよそ7万人余りだと思うんですけれども。70万。あ七七東京府の死者ですね。7万。7万になってる。7万ですよね。7万497人。ああ、すみません。 70万が人口が、ああ、はは万は全体で十万で、そこで10万です。対してその、この調査票で、えー、多分重複分を除いて、えー、お名前が確定した方が4万弱ですよね。そうすると、およそ3万強の方については調査票がなくて、これは、この方たちは、 どうなってるんですつまりお名前は分かっているけれども他の情報がないとか、えー、と震災で亡くなっただろうと思われるけれどもその確定していないとかつまり七死の死者というような扱いになっているんでしょうかそうなんですよねこれが不思議なんですつまり7万あの6万8 0 0ぐらいが東京市で死亡くなってますよねはいそれでえっ、ー、と実際に確定したのは 東京市の場合には3万8000、まあ、4万ということですから、うん、どういうことなのかという点については、あのこのありうるというのは、おっしゃったように、あまあ、全部が確定するわけではないということは言えますけれども、どういうふうにこれを考えたらいいのかというのは、 うん東京市の出身ではない。埋葬許可がない。だから埋葬をしていないということが言えるんですよね。あのまあ、そうでない人も、あの志望者には入れるんですけれども。あ もこの数値というのは7万人が死んでいるのに確定したのは4万人というのはこれは今後どういうふうにして明らかにしていくのかあるいはもう明らかにならないのか分かりませんけれどもちょっとの疑問には持っていました、まあ、お話はしてませんけども性<の>、はい、的にもう12点教えてください死者7万人と数える時 ですね、これはあの仏さんの数を数えたっていうことではない。違うんです。えっと、これはいいですか、はい、あの11月15日にあの池田弘が国勢調査並みの調査をしました。で、えー、死んだ人に関しては遺族が申請するわけですね。その数値が集計すると7万だ。 いうことなんです。ですから、東京市とは限りません。まあ、非常にいろんなところに、各県に、から東京に出てきた人で、亡くなった人という可能性はあるんですけれども、それを調べるということは、あの、不可能ではない。あ例えば、あの、文役者文書で極めて、その、原票が残っているっていうのを見たことがないので、 個人名がが残っていいいる軍薬諸文書とうのは見たことがないんです集計表だけなんで個人レベルで把握でき,できるその原票ですねそれがあれば残っていればあの確定できるというふうには思います。それからもう一つはあの元禄地震でも放映地震でもそうですけれども墓石で何年に亡くなったっていうふうな あの,ものがありますよねそれをお寺さんごとに過去調で震災で亡くなったという形で記録があれば、えー、少なくともそのレベルではあの数は少ないかもしれないけど地方で確定できる可能性はあるということになると思います。最後に一つもしご存知だったら教えてください。あのえー、と本区とととかかか深川区とか神田区とか、えー 丸ごと焼けたような区の区役所のそういう住民関係の書類とかですね、そういったものって残ってるんでしょうか全部焼けちゃったんでしょうか残ってないんですよ。残ってないから、あの、非常に苦労して、新聞に広告を出したり、それから、まあそうでなくても、生き残ってる人が、あの、えっと、全、東京と横浜に関しては、 あの全住民を被災者も含めて全部調査しましたので、えー、もう一回新しい住民票というかそれに匹敵するものができてすぐではないにしてもできていた横浜も土地台帳までなくなったわけだけれどもそれを復元してますよねでそういう意味では行政の担当者のものすごいしゃがりきの努力で まあそういうものが復元されていったっていうことの可能性はあると思います。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、オンラインで質問が一つ来ておりますので、えーと、私が代読します。あの、オンラインで質問が来てますので、はい、えっと、毎日新聞の伊藤さんからです。えっ、ー、と、朝鮮人犠牲者の推計方法についてご意見をお聞かせください。ちょっとすみません。朝鮮人の 朝鮮人の数ですね、どのように推計しているのかについて、ご意見をお,お伺いしたいということです、はいあの。朝鮮人に関してはですね、この池田の11月15日の表に関しては、地方にあの避難した人たちであって、そしてすでに朝鮮人問題に関しては、あの震災 救護事務局の中の警察が処理をしていますのであの社会局の,その被災者の救護に関する部分に関しては関与してないというふうに推定されます。うん、ということであの回答にはならないかもしれないんですけれどもそれと死亡者調査票の あの永田のまとめでは外国人200人というふうになっています。えー、5万4700、えー、47人の、万人が明らかになったということですけれども、そのうちの200人が外国人。で、それは各講師。 にとかに問い合わせてなった結果ということになっていますが、朝鮮人も含まれるにしては数が少ない日焼け人だとですね。ですから、含まれるとしても部分的ではないかというふうに思います。で、あの十一月十五日の方は先ほど言ったように、す、え、で、ー、にその調査、その調査の対象になっていないということですから。 朝鮮人問題に関してはいずれにしてもなかなか出てこないただ私があの、えー、許可されたものの中で朝鮮人で、えー、誤解資金を受けたという人が、えー、う論文の名前出しておきましたけど11人は確認してますねなるほどえー、っとちょっと関連してなんですけれども そのご覧になったその11人の方というのは、これは震災、要するに地震や火災によって亡くなった方かどうかというのは分かるんですかえと何で亡くなったかは分からないんですけれども、ね、死亡場所も空欄になってましたね。<ー>ただ、遺族がご貸資金を受けたと。遺族,遺族というか、その死んだ人の本籍地は載っています。ですから、その本籍地のにある遺族がご貸資金を受けたと。うん こういうことはその表のレベルでは言えるというふうに思います。うん、あの診断者は逆説された人かどうかについてはわかりません。はい。えっと、他に質問ございますでしょうか。よろしいですか。あのじゃあちょっと私が一つその前はその東京都はですね、うん、あまり 細かいこと言わずに見せてくれたのが今回今はことわら東京都は見せてくれないわけですよねあの調査票をそれは何々なぜだめだという理由にしているんですかえっとですねあのそれはあの最近の、えー、そのヘイトの騒ぎというものがあるのでえー 状況が変わったんだと。10年前とは今の状況は違うという説明を受けています。まあ、あの例えば例名簿も見せないというふうなことでありますから、これはまあ仕方がないなと。うんうん、それ以上、慰霊堂に言っても、慰霊堂の事務は、これは指定管理者ですので、意向は東京都に聞くと。 いうことになっていますから東京都の意向を聞いた上で変動するうん、うん、全てそうです。資料の写真撮りについてもそうです。まあ、以上のような形なので、えーまあ、ある意味では管指定管理者ですから、えー、の管理の意思を彼らは持っているわけではないなるほどということは。 言ええますから彼ら彼を責めても答えは出てこな,いなるほど。ということではないか。わかりました。なかなかあの個人情報とかじゃなくて、最近のヘイトの、個人情報ではなくて、最近のヘイトの情勢でということなんですね。はい。他にご質問ありますでしょうかよろしいですかえっ、ー、と、じゃあ、そろそろ時間まいりましたので、えっ、ー、と、北原さんに、えー、と記号いただいたのを紹介します。 よろしいですね。すみません。はい、えっ、ー、とこれでよろしいですかね。資料から真実を引き出すのが歴史家の役目と、資料から真実を引き出すのが歴史家の役目というふうにお書きいただきました。どうもありがとうございます。じゃあこれで終わりにいたします。ご清聴ありがとうございました。